はい、どうも師匠です。昨日B'zの埼玉スーパーアリーナマッチングシステムの当選結果発表の、日でした。意外とねこれは僕かけててですね、やっぱどうしてもライブって1日一瞬で終わっちゃうんでね、できればその2日連チャンで行きたいとかそういった希望、まあ、欲望ってみんなあると思うんですけれども、昨日ですね、埼玉はもともと7月30日の方はチケットは持ってたんですけれども、昨日が、2日目の、マッチングを抽選の結果発表でしたね。で僕はあのクラブジム、ビーズクラブジムの方のマッチングとあとビーズパーティーのマッチング両方もう申し込んでたのかな、だったんですけれども、結果落選というところでした。いやーまさかとは思ったんですけれどもね、行ったなっていうか行きたかったなってすごい思ったんですけれども、もう抽選結果見た瞬間テンションだだ下がりですね。嘘でしょ嘘でしょと思って、いやマジかーって、いやーすげーね、本当に残念な結果になりました。行きたい、すごく行きたいですね。1日だけじゃちょっと足りないよ、もう2日目も行きたいよね。いやというわけでね、というわけでまだ諦めてないです。まだ諦めない、どうしても行きたいね。息子のためにもですね、そしてまた自分自身のためにもどうしても行きたいというところで、まだ私は諦めてません。やっぱり関東の中だったらやっぱ関東内で行きたいんですよ。あの横浜アリーナとかもう終わっちゃったけどね、横浜アリーナとかもちろん埼玉もそうだし東京ドームとかもそうだしさ、でね、比較的近場であったらまあ高崎アリーナだっけ、高崎アリーナ群馬のありますね。ほぼほぼ無理に近いんでしょうけれども、会場なんて多分あれ6000人か8000人ぐらいだと思うんですけれども、高崎アリーナのマッチングがまだあります。マッチングと、あとはねまだピアの方に販売がね何個か残ってるんですよ。ちょっと遠いけれども、なんか広島だっけな、上の方宮城あるね、宮城もまだね販売若干これから残ってるし、まだあるんですよ。で行けそうなところってすごい限られちゃうんですけれども、一応この iPad の方に iPad で iPhone の方にスケジュール予約でこの日からどこどこの、チケット販売始まるよっていうのを入れておいて管理ちょっとしております。で高崎アリーナに関しても、もちろんスケジュール入れてて、こっちで分かるように、あとまだ直前販売っていうのもあるから、まあまあ前回の動画では、前回のビーズのチケット動画では横浜アリーナの当日ね直前販売は一瞬で本当1分もしない30秒もしないうちに一瞬でこう、全部売り切れたっていうのがあるんですけども、まあ、直前販売あります。で多分スーパーアリーナもあるでしょう。で直前販売ってその例えば 2日間のライブだったら初日目からマイナス2日目の、17時かなから販売スタートとかなので、それもまだ、ね、またそれ先着順なんですけれども、それもいけると、これもできる可能性としてはゼロではないですよね。だから直前販売でピアも多分何かしらあったら直前販売当日の朝の、ね、10時半かなからありますし、うまくいけばですよ、その席がねこう開放されればなんですけれども、もうねもうほぼほぼ全部のこの席が埋まってると思うので、どちらにしてもどこのこうなんだろう抽選サイド席とかが開きましたよ、開放席開きましたよって言ったとしてもどこも激戦だと思います。ほぼほぼチケット取るには不可能に近いんですけれどもね、まだそこにかけてあと1日どっか行きたいです。あと1日どっか行きたいで、できれば僕の中では埼玉スーパーアリーナはすごい望みが低いけれども、そこにやっぱり2日目
に全力を注ぎたいのと、あとは高崎アリーナ行きたい。高崎アリーナね、ちょっと関東から、関東群馬、関東、関東か群馬ね、ちょっと地元から離れて群馬の方に行って、ちょっとちっちゃい会場でビーズを近くで見たい、息子にビーズを近くで見させてあげたいっていう希望があるので、この2つ、高崎アリーナとスーパーアリーナで、その他なんか行けそうな、ね、ところがあったら申し込んでみようかなと。ちょっとスケジュールもね、なんか宮城とか下の方にね、福岡とか行くのであれば、もうそれこそ旅行になっちゃうのでね、かなり迷うところであるんですけれども、チャンスを逃しちゃね、もう あかんですよね。いや、一つのビーズのツアーをね、1日だけで終えるっていうのは、もうね、長年行ってる人、もしくはその一つのツアーで 4,5 回、3回とか2回とか4回とか行く人たちにとっては酷ですよ。やっぱね、行きたいですね。といったところで、埼玉スーパーアリーナの7月31日の抽選結果は楽1000といったところです。もう後がないですね。いやー、きつかったな。といったところで、また、申し込んで直前まで粘ろうかと思っておりますので、また、抽選、ね、結果が出ましたらご報告させていただきます、ね、もし当たった方いらっしゃいましたら本当におめでとうございます。ぜひ楽しんでてください。この僕の胸の部分も楽しんでてください。まだ僕も諦めてはないですけれども。ではでは、また次回の動画でお会いしましょう。